はい、どうも、はじめまして。この方はじめまして。他の動画をご覧くださっている方は、今回、コールビデオアドバンストオフやチームデスマッチプレイしてまいります。猫です。ステージがカムバックでチームデスマッチです。で、今回使っていく武器ですが、ARX。前作にも登場した ARX ですが、今作では仕様変更で3点バーストになっております。で、今回さらにエディート武器で、スティールバイトという、ダメージ3、命中率度2下がって、砲弾数1下がってる。砲弾数だっけ、これ。レートだったかな。レートが1下がってるのを使います。君にあまり3点バーストで一応ワントビらしいできると言われておりますが、わー、本気やまった。3点バーストでできると言われておりますが、基本的には2バースト以降引いた方がいい武器です。あ、取られた。おっと、そこにいるよ。あ、でもちなみにあれだったかな。ARX は確かプロフェッショナルのホエールパンチャーって言われてるあれが強いっていう話だったかな。一応、あれなんですよね。ストックが出るまでは育ててあります。結構めんどくさかったんですけどね。あれ、なんだ？これはひどい。ちょっと待って、どこ？違う、違う。ゾウ。まあ、こんな感じで3点当たってるか、ってか、先言ってないんですけどな。3点当たれば死ぬというお話なんですが、なかなか難しいです、この武器。基本的に3点なかったことになるので。やばい、あ、上だ。なかなか調子がいい日じゃないと、こんなキル多く取れないですよね、この武器。弾数必要とするんで、うわぁ。弾数必要とするんで、一応、スカベンジャーって言ってます、自分は。当たる日があまりにも少ないので。うわぁ、もう一人いた。あ、ちなみに、絶対ストックとかあった方がいいような気がします。なんで。相手の狙いぶらすためにも。おぉ。ナイスー。まあ、このように、あまり、信頼の置けない武器なので、結構難しいです。わかんない。上手い人は上手いのかもしれない。3点全部確実に必中させるぐらいの人がいるかもしれない。ただ、一歩も連射武器使ってる私にとってはなかなか難しい武器ですね、これは。嘘だろ、それ。絶対 XMG あれだよね。強化されすぎ感があるような気がする。今いなかった。こっち行って、足行こう。これも置いてきて、はい、行こう。死ぬもう一人だったら、やばい。嘘だろそれは、地味。どういうこと？会ったことになってない。結構こういうの多発したんで、ああ、よしよし、勝った。I'll give Irons a good news. おー、ナイス。危ない。
あ、一応プラスだったね。まあどうでしたかね。ちょっといい場面見せられることが少なかったんですけど、一応3点、うまく当たればワントリラーキルできるそうなので、まあぜひとも、一度は試してみてはいい武器かもしれません。それでは、ARX で、スティールバイト、今回使っていきました。それでは終了いたします。それではまた。